ウンベルトボッシ、ウンベルトボッシ、イタリア語、ウンベルトボッシ、1941年9月19日台は、イタリアの政治家、北部同盟所代書記長及び名誉代表、行政改革担当大臣、自治大臣、下院議員、六期、上院議員、2期などを歴任した。共産主義者からの転向者で、北部同盟で、ボッシの後任についたマッテオサルにも、 共産主義からの転向者である革新思想に属する地方文献について興味を抱いたことから次第に共土主義軸を移すようになる。旧来の大政党が汚職的発で崩壊したタンジェントポリゴの政界において政治目標のためには国家分裂をも辞さない強硬姿勢から支持を集めて統制を伸ばすが自身も汚職事件によって失脚した。 1941年9月19日、第二次世界大戦中に、ロンバルディア州、バレーゼ県のカッサーのマニャーゴで、アンブロージオボシシの子として生まれる。父は隣接するが、ダラーら手で働く、工場労働者で、母も、共働きとして、建物の管理人をしていた典型的な労働者、階級だった。後に、政治家になった際の記録では、 技術専門学校で電気技師の資格を取得、パビア大学に進んで医学を学んで、自然科学の学位を取得したとされる。一方で、学位は取得できなかったとして、電気技師の資格のみを取得したとの記載も混在している。青年時代から共産主義に傾倒して、審査翼政党であるの活動家として行動した。1975年、イタリア共産党に入党した。 地元であるバレーゼ県のサマラーテ共産党支部に配属されたが、この際に実際には、医師免許を持っていないにもかかわらず、医師として、党員証を取得している。サマラーテの共産党支部では、チリのピノチェット政権への反対運動などに従事した、他、アマチュアのギターシンガーとしても活動している。1970年代までのボスシは、無名の政治家だったが、 第二次世界大戦中の反政府組織を原型とするアオスタの地域政党との関わりから頭角を表し始める。運動の指導者であるが主張する共同主義と反国家主義、反ファシズムの影響を受けて共産主義から共同主義に転向した。1980年にブルーノが自己死するとアオスタを離れて故郷での組織づくりを始めた。 1984年4月12日、ロンバルディア州の地域政党をポンティーダで設立2年後にロンバルディア同盟へ解消した。ミラノを中心に最も経済的に豊かなロンバルディア州が他州に税収を奪われているとする主張は一定の支持を集めた。1987年、総選挙に出馬して上院議員に当選、下院でも別の候補者が当選して、 経営に議席を獲得した国政での成功期に北イタリア各地の地域政党と連合を主導し、と選挙連合を結成した。1989年、ロンバルディア同盟、北部連合は8.1%を得票して2名の欧州議会議員が当選した。ボッシュは選挙連合を政党に発展させることを働きかけ、同年12月4日に北部同盟、 レグノードを結成して、初代初期長となった。北部各州を取りまとめてからは、北部と南部の構図で、郷土主義を先導する方針を立て、南部が、不況の北部経済を蝕んでいると主張した。南部のテローネ、ね、土人と差別的な演説を繰り返して左派から批判を受ける。一方、反国家主義者として、右派の民族主義も攻撃するなど、ボッシュは必要に応じて、立場や言動を、 次々と変遷させた。大企業やカトリック教会への攻撃も行うなど、持論より大衆の動向を優先するポピュリストとしての側面があった。1992年、タンジェントポリと呼ばれる大規模な汚職的発で、イタリアの既存政党が打撃を受け、政界再編の流れが生じた。汚職の背景に南部のマフィアが存在していたこともあり、シュと 北部同盟の過激な主張が大きく、クローズアップされることとなった。同年の総選挙で、北部同盟は、下院55議席、上院25議席を獲得して、統制を伸ばした。1994年、同じく総選挙で躍進した、中道右派のフォルザイタリア、極運のイタリア国民同盟と第一次、ベルルスコーニ内閣を樹立した。ボシは、地方政策の見直しを、 連立政権に求めたが、極右である国民同盟との対立から認められなかった。1995年、北部同盟の連立離脱により、第一次、ベルルスコーニ内閣は早期に退陣した。1996年、野党に転じてからも募シュは過激な主張で支持を集め、地方文献に関しては、連邦制への移行もしくは、北部諸州の分離独立を要求するに至るまで、 エスカレートしていった。同年9月15日、ベネツヤでポーヘ方ゲンに由来する新国家、パダーニャ、パダニアの独立宣言を行い、東米も、パダーニャ独立のための北部同盟、レイガノーパーエルインティペンデンゼーデラ・パダニアを正式名称としたが、左派政党を中心とした政府与党からは目殺された。独立議会の選挙というパフォーマンスも言ったが、独立宣言は、 自国政府はもちろん国際社会からも一切称されなかった。1998年演説でボッシは我々はネオファシストの悪党ともを追い詰めなければなりません。彼らが我々から票を奪うのなら我々は大戦の後のようにやつ党を暴力で排除しましょうと発言した。戦後に共産パルチザンがアースイ軍、通軸側に残って戦ったムッソリーニ派の 反政府勢力の兵士たちを虐殺したことを称賛するような発言は、イタリア社会運動を前進とする国民同盟から大きな反発を呼び、ボッシは暴力を煽動したとして禁錮1年の判決を言い渡された。またフォルツァイタリアとも党首であるシルビオベルルスコーニをマフィアとを罵倒して険悪な間柄となった。左右両勢力から敵視された北部同盟とボッシは、 正解で孤立し、党内においても独立を非現実的と感じる、党員が離党して他党に移籍する動きが起きた。1999年、欧州議会選挙で、得票率が4.5%にまで下落したことで、ボッシは独立という、新たな政治路線が失敗したと判断した。以降、党員向けの機関紙などを除いて、北部同盟が独立を主張することは、絶えなくなった。 代わりに、北部経済の新たな障害となっていた、外国人移民に対する攻撃をスローガンに加え、演説では、黒人やイスラム教徒への中傷を繰り返した。他に、反 EU の姿勢も見せ、共産主義的な銀行屋の創屈と攻撃した。2001年、独立を取り下げて、移民を攻撃したことで、右派政党とも意見が一致しやすくなり、再びフォルザイタリア、 国民同盟と連立して第二次ベルルスコーニ内閣が成立した。内閣では地方自治も所管とする行政改革担当大臣に就任したが、むしろ話題は外国人攻撃の政策に集中した。移民への諮問オーナツを求める移民対策法を成立させ、不法移民にも移民船が警告射撃をしても従わない場合は撃沈しても構わないと命令したと発言して、 論争を呼んだ。2004年演説中に脳卒中で倒れた病院に搬送され、議員、大臣を辞職して政治活動から身を引いて静養をした。2005年1月11日、ロンバルニア州ルガーノにある政治家、カルロカッターネをイタリア統一戦争で連邦主義による国家建設を主張したの屋敷で復帰会見を行った。復帰後は、 長年の構想であったイタリアの連邦主義者を統括する団体を設立すべくシチリアで南イタリア版北部同盟とも呼ばれる自治運動と政治同盟を結ぶことに同意した。二つの党のシンボルマークを合一したものを制作し、北部に在住する南部出身者への呼びかけも一ってより幅広い層への支持拡大を図った。2008年総選挙で下院60議席、 上院26議席を獲得して、決闘以来の勝利を収め、ホルツアイタリアと国民同盟が合同した自由の人民と連立を組んで、第3次、ベルルスコーニ内閣が成立させた。ボッシュは行政改革担当大臣を解消した連邦政策担当大臣に就任した。ベルルスコーニの長期政権で汚職が多発したことで、国民の支持率が下がり、 自由の人民が解散したことで、右派政党は分裂状態に陥った。またいつつ母子運動の台頭で、左派政党も衰退するなど、単純トポリ以来となる政治的混乱が広がっていた。その中で、北部同盟でも、世代交代を求める若手党員らが、母子の勇退を求め始めた。もとより母子は党を死没化しているとの疑惑があり、七光で、 ロンバルディア衆議会議員に当選させた息子、レンツオボッシの相次ぐスキャンダルが批判されていたことも背景にあった。2012年、北部同盟内で逃費の不正流用疑惑が持ち上がり、調査が行われた結果として、横領を実行した会計責任者がボッシ家の個人口座に送金していたことが明らかとなった。警察の捜査によれば、自宅の回収や、 家族の生活費などに充てていたと見られている。それまでは創設者の立場を盾にして切り抜けていたが、今回は責任追求を求める声が収まらず、4月5日に20年間続けていた初期朝職から退任した。理事による集団指導体制を経てが第二代初期長に選出された。退任後に母子は名誉代表の称号を与えられたが、名目上の役職であり、 すべての党内権限を剥奪された。2013年、総選挙で北部同盟が大敗を喫するとロンバルディア州知事に当選したマローには初期長を退任した。後期と見たボッシは初期長復帰を声明したが、同盟内から不満が噴出したことで、マッテオ・サルビーニが対抗馬に立ち、初の初期長選挙が行われた。選挙でボッシは大差でサルビーニに敗れた。 サルビーニは、ウハポピュリストに再転向して、北部同盟を同盟に再編したが、ボッシは、サルビーニが、国家主義やファシズムへの同調すら示したことを猛烈に、非難した。共産主義から転向し、ついで共同主義から外国人移民、反 EU に論点を移動させたのは、自身も同じであったが、ボッシにとって、反国家主義、反ファシズムに関しては、譲れない部分であった。 2017年、初期長選挙で、反、サルビーニ派のを支援したが、サルビーニが初期長に再選された。2018年、総選挙でサル、B2 体制の同盟は圧勝していつシ運動と、連立政権を組閣した。ボシも、上院で再選されているが、選挙後に行われたポンティーダでの党大会で、登壇すら許可されず、創設者の権威を失った状態であることが示された。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。